はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、あの、新しいアニーリング向けのプロダクトを作ったんですけど、ちょっと簡単に紹介したいと思います。で、アニーリングって、量子アニリングって組み合わせ最適化モ題ドでううなアルゴリズムがあって、まあ、量子の一部の効果を使って、まあ、組み合わせ最適化モードを凍りすぎておきたいと。で、量子コンピューターってちょっとまだ今、 あの実用化が先なんで結構量子ゲート方式という量子コンピュニタィを使ってもあんまできることがないんでなんか結局アニーリングがわかりやすいよねっていうので結構戻ってくる企業さんもいらっしゃるんですよねでですけど結構量子アニーリングってこうあの回帰してくるお客さんとかっているって想定してないんで多分結構撤退しちゃってる企業とかやっぱ今あと株価結構下がっちゃってるんでまあちょっと軽く下火になってるんですよね なので結構諦めちゃってる人多いんで戻ってきてもツールが実はあんまないっていう状況ですね。そんな中でまあ結構いくつかいいツールあるんですけどまああのやっぱちょっとツールが足りないということで意外となのでタイタンっていうあのツールをまあちょっと前に作ったんですよね。で今はあの有志でこうオープンソースっていう形で誰でも無料でダウンロードして使えるし、まあ、いろんな人が こう集まって更新をしてるっていう、まあ、結構いい雰囲気の運営体制になってるんですよね。で、そのタイタンっていうのは、まあ、量子アニーリングは、まあ、しばらくは、あの、実用化ちょっと難しいって言われてるんで、まあ、せめて定式化って言って式を作るところだけは、あの、量子コンピューターっぽい定式化、量子コンピューターっぽい式の作り方っていうのが、 まあキューボっていうのがあるんですけど、キューボっていう数式の作り方をまあ使いましょうっていうのをまあ推進すると。つまり量子コンピューターの計算として組み合わせてか問題は、まあ、ちょっとすぐには実用化は無,無理だ。まあ、10年、20年、30年はわかんないですけど、無理そうなんで、その式を作るってところだけを学ぼうっていう意味で、キューボっていう式の作り方があるんで、まあ、それをですね、効率的に計算するアルゴリズムっていうのがあるんで、 まあ、それを使いましょうっていうことですね。で、それはまあ、シミュレーターアニーリングとか、イリングアルゴリズムっていう、既存のコンピューターで普通に計算するようなアルゴリズムなんですけど、式は量子コンピューター向けなんだけど、裏のアルゴリズムは、まあ、普通のコンピューター向けっていうような、まあ、仕組みが、実は2024年の今、世界の主流になっちゃってるんですね。じゃあ、DM とか、あの、本当の量子コンピューティングとか、量子アニーリングマシン使ってるところはそうじゃないんじゃないかっていう、 思う人いるかもしれないですけど、実はそうではなくて、ゲーム自体もリープっていうハイブリッドシステムって言って、まあ、結局普通のコンピューターと量子アニーリング計算同時にさせて、あの早かった方を採用するっていう、ちょっと、あのー、理、理屈で、まあ、実際ほとんどの,んのアルゴリズムは、あの、普通のコンピューターで計算したやつが返ってくるっていう仕組みになってるんですよね。なので2024年現在は、実機っていう本物の量子アニーラーとか、 量子コンピューターを使いたいって思わない限りは結局一番精度がいいあの計算って普通のコンピューターから帰ってきちゃうっていうのがありますなのでそういったあの疑似量子とか量子インスパイアだとかっていう人もいますしあのそういった仕組みが多いんですよねでそういった中でまあその疑似量子とか量子コンピューターみたいな計算をするあの <式> <laughs> まあ計算自体はそんな量子コンピューターに似てないんですよ、実は。量子コンピューターと同じ式が解ける、今のコンピューターのプログラミングを、まあ、それでも欲しいっていう会社さんがいらっしゃると。で、今回は、まあ、そういったタイタンっていうのを前に作ったんですけど、実はですね、ちょっと回帰してて、うちの会社で。タイタンっていうのは、アニーリング、シミュレートタアニーリングとね、実装されてるんですけど、まあ、あのー、アルゴリズム自体は、 CPU って言って普通のコンピューターの仕組みを使います。なんで、無料でダウンロードして使えるんですけど、まあ、すごいシンプルですね。今 NVIDIA 流行ってるんで、GPU 使いたいと。で、もちろん、大手の企業は、まあ、そういった GPU を使って、アニリングをするシステムっていうのをお金をかけて作ってるんですけど、まあ、我々は、まあ無料のオープンソースなんで、まああんまお金かけたくないなっていうか、全くかけたくないなっていうのがありました。なので、 こう、効率的に GPU を使ってアニリングするためにはっていうアイディアが実は社内で出て、それが PyTorch っていうですね、ディープラーニング向けのフレームワークを使うと。で、まあ、それで見てピーンと来て、あの、結局今回ですね、ト o タ c h t って言って、PyTorch とタイタンをくっつけて、GPU で超高速にアニリング計算をしちゃおうというのを出しました。 で、これによって何がすごいいいことがあるかっ言うと、いいことだらけで、NVIDIA の GPU を使って、そういったバックエンドのアルゴリズムをやってみたところ、まあ、めちゃくちゃ早かったんですよ、ね、<laughs> で、こう、ふた、ふ、普段私たちが使っている CPU とかのアルゴリズムに比べると、まあ、格段に早くて、ものすごい早くな、なっちゃいました。なので、あの、しかもですね、計算できる範囲っていうのが、まあ、ものすごい広がったんですよね。 なので、その普通、普通ですね、市販のとか、手間、ちまた手に入るオープンソースの、そういったアニリング、キューボが解けるアニリングのソフトウェアって、まあ、千両シビットぐらいを想定されてやってるんですけど、今回作ったものは結構簡単に1万超えちゃうぐらい性能が良くて、まあ、なんというか、こう、ディープラーニングの力をもろにですね、<laughs> <laughs> 借りて、アニリング解いてみたところ、まあ、ものすごい急激に拡張しちゃったと。 かつその GPU 実装も別に自分たちが開発したわけじゃなくて、もともとディープラーニング向けの GPU の使い方っていうのを、まあかなりこなれたものを、まあ使ってですね、あの、アニーリングを作ってみたところ、まあそのフルでですね、そ GPU の力を使えるということで、あの、複数回計算しても早いし、単純に量子ビット数も増やして計算できるし、 結構いいことづくめだったんで、このポ資ウタイタンっていうのは、まあちょっとかなり成功なんじゃないかなと思います。で、多分今まで世界でこういった、あの、仕組みで、こう、アニーリングのツールを作った会社ってないと思うんで、まあ結構使いやすいんじゃないかなと。海外でも多分欲しい人いっぱいいると思うんで、まあ、自分で手元に GPU が持ってたら、うん、今まで結構こう、アニーリングのキューボとかを解くときの、アニーリングのサービスって、 ま、ものすごい値段が結構高いんですよね。大手が提供しているものって。今回のものは GPU さえ持っていれば、あの結構大規模なものでも気軽に手元で試せますし、ま、今後マルチ GPU といって複数の GPU を使ったらもっともっと大きな問題が解けるんで、もうこれもですね、ただその開発しかけなくても結構簡単にあの高速化っていうのを実現できるということで、ちょっと今回トーチタイタンという新しいツールを作ってみたんで、 で、リンクもですね、GitHub のリポジトリを概要欄に置いとこうと思うんで、あもし興味ある人はですね、あの、ぜひ使ってみてください。で、発明したのは確かにうちなんですけど、もう渡しちゃって、で、PyTorch ってこう、ディープラーニングってやってる人いっぱいいるんで、ディープラーニングのツールで書いて、量子コンピューティングを書くと、その量子コンピューティングに苦手だとしても、その書いてあるツールがディープラーニングなんで、結構触りやすいみたいで、 すで、まあ、に発明したのうちなんですけど、もうコード渡したら、もうみんな改造しちゃって、どん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 早くしてくれて、なので今はうちの会社の手は離れて、そのタイタンの有志ですね、のオープンソースコミュニティにもう完全に渡って、まあ、GPU をかなり楽しんでると思いますんで、ぜひですね、興味ある人は見てみてください。はい。今回は以上です。